that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion.一番やっぱスニーカー気になるのは、街で人と同じだったらめちゃくちゃ恥ずかしいじゃないですか。レトロランというか昔っぽいデザインなんです。結構これが今流行り。皆さんこんにちは、 MC の田中大輝です。さあ、サワイチャンネル特別編のモテるファッション講座の第3回ということになりました。1回目と2回目は豪華ゲストを迎えてのコーデバトルでしたが、今回は趣をガラッと変えまして、皆さんで大人のスニーカーとそのコーデ術を語っていきたいと思います。ということで1回目2回目に続きまして、パネラーにモデルタレントの橋部さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。女性目線でよろしくお願いいたします。はい、はい、頑張ります。そして、最初井上さん、ファッションプロとしてのご意見よろしくお願いします。お願いします。さあ、そして過去2回のコーデバトルで激闘を繰り広げてくださいました40代スイート界の池王子代表の堀田隆さんと石川直さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は大人のおしゃれには欠かせないスニーカーを学んでいこうということで、スニーカー大好きですね。好きです。やっぱりサッカー選手スニーカー好き多いなと。そうですね、結構集めますね。どれぐらい持ってました？もう引っ越しする時とか大変でしたよ。入らないんで、箱に入れてどうしようかとか、結婚してからもこれいらないでしょって奥さんに言われて、いやでもこれ履く時あるから。で、履いてなくて置いときたい。そう、置いときたい。不思議ですね。鳥谷隆さん、いかがですか、スニーカー大好きっす。大好き小学校、中学校ぐらいの時に、エアマックスとか、リーボか、ポンプヒューリーとか、懐かしい。そういうのが買えなかった時代だったので、ポンプヒューリー買いたくても買えなかった。買えない、エアマックス97、うわみたいな。年々、スニーカー率上がってるんじゃないかな。はい、世代的にこう、30代、40代、50代でも、女性でも上がってるんじゃないかな。井上さん、いかがですか。そうですね。普段、休日とかにも、方も多いですし、ビジネスの時でも素材によって綺麗めのスニーカーだったら合わせちゃってもいいみたいな、はい、結構だから履かれる方かなり増えてきてるんじゃないかなとは思います。大豆ジメさんもスニーカー好きですか？集めるほどではないですけど、でも私もよく履きます。女性でもスニーカー結構浸透してきてますよね。そうですね、結構集めてる方とかもいますよね。なるほど。今回はですね、スニーカー大好きお二人ですね、私物のスニーカーを持ってきてもらいました。実際にですね、出していただきたいと思いますけれども、お二人ちょっと見せてもらっていいですか？はい、アディダスとナイキ。ナイキですね。ナイキですか？はい、森谷さんから紹介してもらっていいですか？一番やっぱスニーカー気になるのは、街で人と同じだったらめちゃくちゃ恥ずかしいじゃないですか。だからまずかぶりたくない、はい、あとはここが、まあ、ジップというか、なんていうのこう、あとは裏です。おそこがどこと、コラボあったかなちょっと読めないんですけど、まあでも結構好きというか、かぶらない。で意外に下の厚さとか色合いもそんなこう派手な感じじゃないので、セットアップに履いたりとかしてもちょっと差をつけられる。確かにですね。これなんかちょうど間ぐらいですか、スニーカーと革靴とシューズのちょっと間ぐらい。それがよりドレスっぽい。確かにこれ初めて見ました。ありがとうございます。他と一緒じゃない。そう今の反応が一番いい。なるほど、かぶらないですよね。石川さんお願いします。はい、2足これはもう昔からあるやつってよく持ってるんですけど、キャンパスとカントリー、もう中学から履いてましたから。あ、もう中学から。はい、だからこれがまたデザインも全然違うものがいっぱい出てるので、こっちはヒューマンメイドのコラボレーションですけど、昔からこう履き慣れてて、なおかつちょっとデザインがまた変わってきたりとか、懐かしさを感じつつ、はい、新しいみたいな。これね、ちょっと見せてもらうと、はい、アジアさん3本ラインのところでメッセージを、ね、そうですね、はい、ちょっとしたこうおしゃれな部分が、まあ、後ろのかかとのところかかとのところ、はい、ハート入ってたりとか、コラボレーションアジアさん多いんで、楽しみながらと、これもなんかすごい懐かしさと、やっぱサッカーやってたんでサッカーシューズっぽくて。あ、確かにそうですね。これをどう普段のコーデに入れるかみたいな。え、これ履いたことあります？もちろん。めちゃくちゃ綺麗ですね。はい、新品かと思いました。これをまたまあの娘と一緒に買って娘と揃いでとか。あ、確かにそれいいですね。ちょっとハイソックスとか。さあ、今のね、あのスニーカーのトレンドっていうのを井上さんにもお伺いしたいと思いますけど、はい、今のスニーカートレンドっていかがですか？定番的な感じで言うと、はい、このあたりの、はい、アスタンとか、あとはアジャンワントレーナーみたいな。これ履いてる人結構いますよね。結構いいですね。気持ちいいですね。どこのプロダクションオブファウンダーっていうところなんですけど、ジャーマントレーナーの形のものの、ドイツ人がトレーニングで履いている靴、はい、かなり昔のモデルがそのメゾン系のブランドとコラボして、そういうやったりもあった。うち中学校3年生の娘はこれ欲しいって、ちょうど夏にもうこれはもうダンクが中学校の女の子たちに流行ってますね。結構そういう若い世代の
校とかだと海外のアーティストさんだったりと か, なんかそういうのも見てたりとかするんで、アイドルの方が入ったりとかっていうので人気だったりします。この辺なんてずっと昔から僕らの学生時代からずっとありますよね。ジョーダンのワン、ツー、スリーどんだけ見てきたのか、もうずっとよだれたらしいよね。あとボカドとか、そうですね、2000年代のモデルのデザインでしたやつらしいですけど、 Y2K の今のトレンドの形っていう感じですね。ソウル相当熱いですね。だいぶ熱いです、うん、だいぶ男性ばっかり食いついてます何か気になるのありますか自分たちのことだけ喋ってる。そうですね、私もあのナイキ の, あの白のエアフォース、アイフォース、エアフォース、これはもう、はい、もうド定番、はい、持ってたりとか、絶対外さないですね。合わせやすいので、うん、結構履いたりもしますし、ホカとかも持ってます、ね。あ、ホカ持ってますか、はい。女性でも履きますか。歩かないといけない企画みたいなのがあった時に、うん、ホカの靴本当に軽くて、うん、ずっと歩けるような靴なので、うん、運動する時とかいっぱい歩く時に履くようにしてますね。確かにこの黒一色とかだったらフォーマルっぽく合わせてもいけますの、はいはい、それはこの辺は全然、うん、セリング多いですね。真っ黒、真っ黒多いですね。私も持ってるほかは真っ黒です、うん、あ、真っ黒、うん、はい、ハイブランドの真っ黒のスニーカーが増えました、ね、多いですかなり、うん、それも流行りです。流行りです。結構流行りだと思います。コニューバランスとかはトリプルブラックっていうネーミングって入れたりとかしてもこの辺もう真っ黒、もうソールもアッパーも全て黒、それが一番人気が高いです。この間ドジャースを取材した時にアメリカ人たちにアシックスのスニーカーはどこに売ってるんだと言うもんだと、はい、スポーツシーンじゃなくてタウンユース化されてアシックスが流行ってるなと、それが欲しいって言うんですよ。あ、そうです、そうです、まさに海外の方とかの人気高いですね。もうイメージあります。アシックスってランニングシューズってイコールじゃないですか。もうアシックスはもう完全にランニングシューズで有名になったんじゃないかぐらい、みんながランニングシューズに履いてるっていう、街中でっていうイメージはあんまりなかったです。全くなかったですね。やっぱちょっとこういうレトロランというか昔っぽいデザイン、結構これが今流行りで、ただまあこういういわゆるクッション性の高いハイテクの素材とかも使ってるんで、かなり履き心地は高いんですよ。機能も充実して、はい、だからナイキとかもデザイン性とかは昔の動物っぽい、ソールに結構ボリュームがあるやつもありますよね、はい、昔はランニングシューズって言ったらもうやっぱ薄い、薄くてスマートでみたいな、はい、僕ら小学校の時も本当こんなのですよ裸足歩いてんじゃないかそこがだんだん削れてきて足が見えちゃう。そう、足の裏が出てきて交代みたいな。ナイキとサカイがコラボして、あの底が厚くなって、はい、後ろが伸びたじゃないですか。そこからみんなそういう形になってきてますか。デザイン性をやっぱ重視するところかなり増えてきてはいるので、まあ、あとだからこういうアウトドア系これ今サロンけど、ね、かなり人気は出てます。ロイベとオンの、ね、はい、コラボのスニーカー買ったんですけど、こういう紐じゃないのが増えてますよね。はい、紐じゃない、はいはい、これもそこで、ね、はい、はい、もう私のね、あ、紐じゃないこれ紐、あ、そう、ジップなんですね、ジップ。あ、こういうのが、この結び方はもう元からなんですか。これがもう最初の、この結び方でこれがついてるんです。これをつけるのにこの結び方になるんです。なるほど。じゃあオークションで抽選だよ、あれが抽選であげるおはじめさん、どうですか、男性のこのスニーカー熱いかがですか。いやでもやっぱり女性より男性の方がスニーカー好きなイメージはすごいありますね。集めてる方も男性はすごい多いかなっていう印象はあります。何でしょうね、スニーカー買った時のあの嬉しさ。小学生の時変わんなくないですか。今テンションが一緒です。一緒ですよね。ワクワクする。そう、なんか飾っていきたいんですよね。靴ってスニーカーで何個ぐらいをこうヘビーユーズしますか。多分履くのはね、3つくらい一緒なのに50個ぐらいのスクリーン履くのは3つぐらい。なんとなくパッと出るときとかプレスアップしてるそういうシーン3つぐらいしかないんだけど、こうやってね、あのシューズロッカー見て、ね、満足してそうそうそう、あ、今日もいるな、今日も見てくれてるな、履いた気分になるみたいな。これでもスニーカーの魅力って皆さんどうですか。かなりのタイプ別というか、うん、デザインだったりとか、それこそ用途が違ったりとか、いわゆる自分のコーディネートに合わせられるっていうところになるので、自由に選べられる幅だったりとかバリエーションがかなりあるので、だからそこでこう自分の個性出したりとか、革靴はやっぱりデザインが割と決まっちゃうので。そうですね。はじめさんどうですか、スニーカー男子はモテますか。いやどうなんですかね。あれここまで喋ってる話聞いてました。そうですね、でも
いいと思います。多分男性がこんなにスニーカーにこだわってる時に、うん、女性は気づいてないから、ね、そうか、まあ、これを機に気づいてもらうか、そうか、そうか、めちゃくちゃこだわってますね、熱があるってことね、そのイメージはでもありますね、結構集めてる男性多いなっていうのはあるんですけど、うん、その熱をあんま出さない方がいいんですよね、多分そうだよね、ちょっと出してたらまたスニーカーかい、いいもんですね、またスニーカーかいって思っちゃうかもしれないですね、ああこの熱を伝えられないっていうか、まあ、伝えなくていい、伝えなくていい、見てほしいですね、心いろいろ変えて、そう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 、昔って靴に紐ってそれしかなかったんですよ、そうそうそう、今はもう3色ぐらい入ってるから、うん、それで右と左大丈夫ですか、これ扱えないな、これはあの自分たちの中だけ閉じ込めてるから伝えなくていいよ、ね、そうですね、でもなんか可愛いスニーカーとか履いてたら、あ可愛いなとかは思いますけど、ああそれぐらいですね、可愛いなぐらい、そうですね、そこまでの熱はないかもしれない、1聞いてくれると50ぐらい喋りますから、はい、止まんない、さあということでぜひですね、女性の皆さんにこううまく伝えながらね、うん、出すぎず持てるスニーカーっていうのを皆さん選んでいっていただければというふうに思いますけれども、藤谷さん3回にわたって登場していただきましたけど、いかがでした、サファリチャンネル、まあ2回目の負けたっていうのが一番まだ言ってる、あとはスニーカー熱が、はい、女性あんまりないっていう、いや勉強なんか結構スニーカーね街で履いてる人たち見るから、うん、結構好きな人いるのかなって、ちょっと反応そうだよね、そうですね、やっぱり女性より男性熱なんですね、うん、石川さんいかがでした、サファリチャンネルは新鮮だし勉強になるし、改めて自分のスタイルもそうなんですけど、好きなものとか、はい、ワクワクするものを追求していくっていいなっていう、でもほどほどにっていうのがバランスがいいのかなと、出過ぎない、出過ぎない、出過ぎないのが多分一番いい、出過ぎない、なんかチームプレーと一緒ですね、スポーツ生きる感じがしましたね、うん、ということで井上さん、あの2人のファッションセンス含めて改めて総括していただけますか、そうです、もうお二人ともおしゃれで高すぎて感服しましたね、ぜひまたお二方お越しいただければというふうに思いますので、皆さん次回ですね、またちょっとゲスト変わって違ったアスリート OB にお越しいただいて、違う目線でまた皆さんにお伝えしていくことができればと思います、ということで皆さんどうもありがとうございました、ありがとうございました。